野沢温泉交通株式会社は、長野県下高江郡野沢温泉村に本社を置く、バスタクシー事業者である。社団法人日本バス協会の会員にはなっていない。野沢温泉ライナー、野沢温泉ライナーは、2015年3月14日の北陸新幹線飯山駅開業に伴い、飯山駅と野沢温泉を結ぶバスとして、運行を開始した。この愛称は、 野沢温泉村が一般から募集したもので59件の応募の中から選ばれた。選定理由として村はシンプルに野沢温泉村へ行くバスとわかる。ライナーは速達性、定期性を表現。ということを挙げている。野沢温泉村の温泉街と明石地区を結ぶ湯の花号を運行している。 当期に野沢温泉スキー場と野沢温泉村の温泉街を結ぶ無料シャトルバスを運行している。長坂ゴンドラバスターミナルから横落下まで順に A から J までの停留所記号が付けられている。グループでの観光や送迎利用など向けに貸し切りバス事業を行っている。このほか、野沢温泉及び飯山駅から地獄谷園公園を見学して戻ってくる。 スノーモンキーツアーなどのツアーを実施している。湯の花号、貸し線本社所在地に乗り場を置いている。バスは野沢温泉ライナー用の大型車両のほか、貸切バス用のトヨタハイエースコミューターや、トヨタコースター、日野、リエッセといった小型車両が在籍している。タクシーは、日産、セレナ4台と、トヨタハイエースが在籍している。 冬季の積雪の中でも安全に運行するため、全車 4WD としている。ありがとうございます。